デブライネを僕好きなんですよ。昨日の配信で好きな選手イレブンでデブライネ一発目上げたじゃないですか、バーディーと。めちゃくちゃ好きなんですけど、デブライネ見てて気になるのは、味方がプレーミスった時に露骨にイライラしたりとか、明らかな判断ミスでパス間違えて、それを味方がカットされた時に戻んないんですよ。もうそのミスするんだったら俺お前の尻拭いしないよみたいな態度取るんですよ。結構これわかる、みんな見てて。デブライネむちゃくちゃいい選手だけど、味方に対して、特にわけわかってない味方に対して、冷たいというか突き放す瞬間、結構見ると思うんだよね。で、それがね、俺選手のメンタリティから言うと、そういう選手がいない時に、負けた時って、何言われるかわかんないというか、俺いねえからだろ、的なのとか、あと、そういう風に態度悪いやつが、もう言うよ、デブライネ好きだけどね。なんかそういう風に態度悪いやつだったり自分に冷たいやつがいないときに絶対負けたくねえって気持ちになんない。あいつがいねえから負けたなんて絶対言わせねえっていう気持ちに選手になるでしょ。それぞれがその気持ちを胸にしまってるんじゃないかって僕は思うんですよね。仕事でもそういうのあります。だから普段戦術論とかね、そういう話でこう言うけど、まあ、これは僕自身の人生の経験です。認めてるしすげえやつだけど、あいつがいねえから負けたなんて言われたのはもうめちゃくちゃ尺に触るっていう風になるようなキャラだから、デブライネ。だからデブライネいない時に普段出てないような力が出るんじゃないかっていうのが僕の中であります。あと、デブライネって味方にコーチングするでしょ。どのチームでも多分ある現象だと思うんですけど、正しいことといいことって違うんですよ。正しいこと言ってても、それを言い方を間違えたりしつこく言っちゃったりとか、ボリューム1個の問題でもあるんですけど、それによって、選手のテンションが下がったりとか、分かってるけど動きたくねえってなる時あるんですよ。これはもう、サッカーだけじゃなくていろんなことであるでしょ。あの人言うこと正しいけど、あの人の言うことは聞きたくないっていう。ってなると、デブライネがピッチ上でコーチングとかするじゃん。お前なんでそこ走ってねえんだ、お前そこだろこうだろこうだろって言うと、もうみんなが、こう、頭では正しいって分かってるんだけど、動きたくなくなるっていうか、音楽的に言うとグルーブが出ない。いい感じにみんなこう、瞬間瞬間にいい判断が出ないっていう。で、デブライネむちゃくちゃ好きだし、いたら絶対にいい選手だし、まあね、ビッグクラブとの対戦の時はより一層いてほしい選手です。なんですけど、そうじゃない時期に別に勢いが落ちないのは、デブライネ言われたくねえから頑張るっていうのと、デブライネいないことによって、選手個々の判断がこう気持ちよく、こうグルーブが出るようになって、瞬間的なセッションがすごいかっこよくなってるっていうのが、まあ僕の中での、この見てた時に思った仮説です。この仮説が面白いなって思ったら、いいねとかチャンネル登録とか、この動画リツイートしてくれたら嬉しいですと。